最近スパカゾのボトルケージとかバーエンドキャップとかそういうのがいろんなカラーが出ててすごい綺麗なのが出て注目してるんですけども、まあ、スパカゾといえばバーテープが一番有名だと思うんですけども、今回そのバーテープでも、すごい綺麗な色が出てたんでちょっと買ってみました。こちらですね、ちょっと開けてみたいと思います。最近ロードバイクのフレームの方もかなり派手な色というかレインボーカラーだったりとか、マジョーラカラーみたいなのが増えてますけども、こちら、こちらマジョーラカラーというかオイルスリックカラーという色のバーテープが出てます。あのボトルケージでもオイルスリックのものが最近流行ってまして、まあ、すごい綺麗なんですけども、バーテープの方でもこうオイルスリックカラーというのが出てます。でこの色、あの、まあ、要はマジョラカラーみたいな感じで、あの最近 の, その僕の動画でも出てるトレックのエモンダの ALR のカメレオンカラーですね、あれと同じような色ですね、あれに近くて見る角度によってグリーンのメタリックだったりパープルのメタリックに見えるというものです。製品の方なんですけども、スパカズブリングテープオイルスリックバーテープっていう種類のものになります。まあ、こういった派手なカラーの、まあ、バーテープとかアクセサリーが出てくると、まあ、最近黒とかシックな色のフレームが多いんですけど、そういうのにこうワンポイントとしてつけてもオリジナリティが出るという感じで面白いかと思います。まあ、最近スパカズはこういう、まあ、バーテープのカラーもすごいバリエーション増えてますし、あのボトルケージもアルミの超軽量 でカラーバリエーションがすごく多くて、しかもおしゃれな色が多いっていうことで、まあ、最近かなりこう注目度が高くなってきてるブランドだと思います。スパカズっていうブランドなんですけども、アメリカのカリフォルニア州に本拠地を置くスペシャライズドの創業者の息子さんが2012年に設立したブランドとなっています。今回のこの帽子なんかも、Amazon で3,000円ぐらいで売ってますんで、これと、まあこれちょっとカタカナなんで好き嫌い分かれるというか、ちょっとまあダサいっていうふうに思う人もいるかもしれないですけど、これの、まあ、英語版でスパカズって書いたのもありますし、あのスパカズの何ていうんですかね、この折り紙みたいなマークがメインで入った帽子なんかもありますので、まあ、ちょっと、Amazon で探してみていただければと思います。はい、今回はスパカズのオイルスリックカラーのバーテープとスパカズの帽子の紹介をしました。今後もまあこういったグッズとかアイテムなんかも紹介していきます。それではまた。